ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、誤差逆電波法について解説していきたいと思います。はい、誤差逆電波法について話すんですけど、その前に、ちょっと前回やった購買効果法をさらっとおさらいして、まあ、それに密接に関係しているので、まずそこから話していきます。まず、購買効果法は、まあ、こんな感じですね。こういう更新式で、まあ、その L、損失関数 L を最初にするようなシータを求めるときに、この更新式をこう何回も使うよで最適なシータを求めるよっていうのを前回やりました。まあ、ニューラルネットワークを回帰、日分類、立ち分類ってやってきたんですけど、それぞれモデルと、まあ、損失関数を考えていたんですけど、まあ、パラメータ推定は考えていなかったと。で、まあ、L を最初にするようなシータを求めるためのパラメータ推定で購買効果法を使うよっていうのを解説しました。で、この購買効果法において、この部分の計算が大変だと。L をシータで微分した値、この計算が大変で、この計算を効率的に計算する方法として誤差逆電波法がある。で、その誤差逆電波法について今回は解説していきたいと思います。はい、まず実際に誤差逆電波法に入る前に、合成関数の微分についてちょっと復習していきたいと思います。高校3年生で多分やると思うんですけど、まあ、まずこういった y イコール 2x プラス1の2乗っていった関数があって、これを微分することを考えます。まあもうすでに知ってるよって人は、例えばこれ、なんだろう、2を手前にやって、2括弧 2x プラス1にこの中身の微分の2をかけて、まあそれで OK みたいな。まあ外の微分と中の微分でもう OK だよっていう、まあ、やり方をしてる人もいるかもしれないんですけど、まあそれを正確にちゃんと合成関数の微分っていうのを使って計算すると、まあ、この中身の 2x プラス1っていうのを z って置くんですよね。そうすると、y イコール z の2乗ってなって、z イコール 2x プラス1だと。まあ、この関数を合成したような、まあ、これを関数に変形できると。で、これを実際、y を x で微分した値を考えると、まず y を z で微分して、z を x で微分した時の積になると。まあ、要はこれ、なんかもう dz をこう約分できるじゃないですか。もうそんななんか約分感覚。約分したら、まあ、うまく dy、dz になると。で、ちゃんとこれがイコールになるっていうことが言えて、で、まあ、y を z で微分した値っていうのはこれ 2z ですよね。2z。で、z を x で微分した場合、これは2になるから、その2になると。で、この 2z の z ってもともと何？って言ったら 2x プラス1なんで、この2括弧 2x プラス1かける2になると。で、結果4括弧 2x プラス1になると。これが合成関数の微分でした。えって思うかもしれないんですけど、ここですね。ここ。dy から dx に行く際に、まあ、この合成関数 z を中間に入れて、まあ、dy,dz,dz,gdx っていうふうにこう計算する。この式をめちゃめちゃ使うので、この式ちょっと覚えておいてください。はい、それではニューラルネットワーク回帰の、まあ、まとめ、まあ、要はモデルと損失関数ですけど、これを元にちょっと考えていきたいと思います。まあ、回帰のモデルどんなもんだったかっていうと、まあ、線形変換とレール関数、線形変換と高等関数、まあ、実際に何も使わない化成化関数を使ってモデルを考えましたと。で、損失関数に最初2乗和誤差を使いましたよっていうものを考えました。で、これで購買法を使うにあたって求めるべきは、L を W2 で微分した値と、L を B2 で微分した値、L を W1 で微分した値、L を B2 で微分した、それぞれの B1 か。その4つのパラメータ、W1、B1、W2、B2 のこの4つのパラメータを更新するため、購買法を使って更新するためには、L をそれぞれのパラメータで微分した値を求めなきゃいけないと。で、それを実際に求めるために購買、じゃあ誤差逆電波法を使うんですけど、まず一番最初にこの損失関数を出力 y で微分した値を考えます。まあ、要はこうモデルをピーってここまで持ってきて、で、その上で、まあ、この y をもとに、まあ、損失関数を計算するじゃないですか。で、ここに y が出てくるんですけど、この L を y で微分した値を考えます。これですね。L、ラウンド L、ラウンド y で L を y で微分した値は y-t になると。で、ここから、さらに、次に、この出力相について考えます。出力相では W2 と B2 があるので、まず、ラウンド L、ラウンド W2 について考えます。そうすると、これは、さっきの合成関数の微分みたいな形で考えると、ラウンド L、ラウンド1、ラウン、ん?ラウンド1、ラウンド L、ラウンド Y、ラウンド Y、ラウンド W2 っていうふうに書けますと。まあ、こう、Y がこの中間に入ってるんで、この
こっから Y が出て、そっからこの L になってるので、まあ、この中間に Y が入ってくるので、ラウンド L、ラウンド Y、ラウンド Y、ラウンド W2 っていうふうに書けると。で、B2 の微分の場合も同様に、もうこういうふうに書けると。で、最後。このラウンド L、ラウンド Y1。これも一応求めておきます。要はこの入力の Y1 の部分ですね。の微分も考えると、まあ、これも同様に使えると。で、この出力層のすべて3つの、まあ、2つのパラメータと、まあ、入力値の微分をそれぞれ考えたときに、この手前に全部ラウンド L、ラウンド Y が出てくるの分かります？つまり、ここの、この出力した値で考えたラウンド L、ラウンド Y を使うっていうか、それをそのままこう持ってこれて、あとはこの出力層内で完結しますよね。Y を W2 で微分した値とか、Y を B2 で微分した値とか、Y を Y1 で微分した値って全部この出力層内で完結すると。つまり、この一番最初に計算したのを使って逆電波して、で、それをあとはもう出力層の部分で計算すればいいと。出力層の部分の微分だけ考えればいいようになると。もうこれだけだとそんなにすごくないと。ああまあ、ここ使ってこれやるんだっていう。だからさらにこれ、中間層を考えるんですね。つまり、ここ、ここについて考えると、まあ、L を W1 で微分した値、L を B2 で微分した値をそれぞれ求めたいじゃないですか。その勾配法を使うために。なので、L を W2、じゃあ W1 で微分した場合ってどうなるかっていうと、これももう3回の合成関数で L を Y で微分して Y を Y1 で微分してさらに Y1 を W1 で微分するみたいな、この3連続の合成関数をそれぞれ考えますと。で、 B1 も同じように3連続の合成関数で考えると、そうなるとどうなるかっていうと、この手前の L を Y で微分して Y を Y1 で微分した値、この手前のこれってこれなんですよね。 L を Y で Y を Y1 でこのラウンド L、 ラウンド Y1、 これが手前に来ると。で、B1 の部分もこれも手前で来ると。つまり、ここでちゃんと計算してたら、もうこっち求めるのこの最後の項だけでいいんですね。で、この最後の項っていうのは、もうここ、中間層内で完結するんですよ。ラウンド Y1、ラウンド W1、ラウンド Y1、ラウンド B1 みたいな感じで、もう Y1 をレール通して、その W1 で微分した値、この Y1 を B1 で微分した値っていうふうに、その奥の層で求めた、あ、この場合こっちか。奥の層で求めた、その、勾配っていうのを手前に持ってくることによって、もうその層だけの微分だけ考えればいいと。つまり、各層でちゃんと微分できるような活性化関数とかを考えていれば、まあ、微分できるようなものを考えていれば、もう、この勾配をこう、逆電波。これをこっち。これをこっちって、こう、後ろの方に適用していけば、もう、その層だけの微分を考えれば、もうそれだけで求められてしまうと。それぞれの微分が求められてしまうっていうのが誤差約電波法なんですね。これがめちゃめちゃ効率的に計算できる手法であるということなんですよ。で、これで実際に勾配を求める、まあ、この微分した値、素質関数パラメータで微分した値を求めることによって勾配法の更新が可能になると。で、これを全部その回帰でも日分類でも立ち分類でもそのすべてに対して各層の微分さえ分かっていれば求められるっていうのがすごいわけです。はい、誤差約電波法いかがだったでしょうか。まあ、今まで回帰、日分類、立ち分類っていうニューラルネットワークをやってきて、まあ、それはモデルと素質関数しか扱ってなかったと。まあ、モデルでまず層があって、それには線形変換と活性化関数があると、各層には。で、その出力を考えて、で、それでまあ素質関数を定義すると。で、パラメータ推定は、前回やった勾配効果法を使うと。しかし、勾配効果法のこのラウンド L、ラウンド θ を求めるのが難しいので、誤差約電波法をこれを求める際に使うと。で、それは、さっきやったみたいに、その、奥の、その、微分した値っていうのを手前に持っていく。で、手前に持っていくってやると、もう効率的に計算できるっていうようなものでした。はい。いかがだったでしょうか？もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方、ぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。